はい今回は翼の塔の逮捕大騒ぎする真相と隠された裏側と本当に日本を衰退させているのは誰かこのことについて考えてお話していきます今回もよろしくお願いいたします、まあ、この話を真剣にすると角が立つと思うんですが、えー、まあ僕なりに調べて思った精一杯の解釈をお話ししていこうと思います日本を衰退させているのは誰か翼の塔をですね、えー、SNS とかでた、えー、まくその人間たちです もうそれだけです、まあ、SNS の、まあ、情報発信者とかその翼のト、えーンについてのなんか悪口を言ってる人間たちが日本を衰退させてるんですよ。でこの話がね、多分ここにいらっしゃる方はわ分かると思うんですが、ほとんどの人が分からないんですよ。別に難しくも何ともないんですが、まずどういうことかっていうと、 マスコミのね、えーまあ、その変更報道で翼の党が悪く言われています。そのことを受けてか知りませんが、SNS でも情報発信者も、まあ、その視聴者も翼の党のことを非常に悪く言います。知識がないからなのか、デタラメで分かっていて言ってるのか、意図的なのか、なんだか分かりませんが、おかしいとしか僕には思いません。そもそも翼の党の3人が逮捕される理由がないんですよ。 公職選挙法225条に違反してませんからなぜ逮捕されたのかがわからないんですね。で、その中においてひたすら悪口を言い続けるってどうかしてるだろうで、なぜ翼の塔を叩く国民がですね、日本を悪くしてるのかっていうと、自分がしてることのおかしさっていうことに全く気付かないんですよ。どういうことかっていうと、今っていうのは日本国民の多くが自民党の政権交代を願ってるわけですよね。 それ国民の多くの願いですよね。で、えーど、どう考えてもそれを願う国民の考えがあるんですが、それを自民党とですね、自民党の背後にいる宗主国、米が黙ってないわけですよ。だから、どういう構造になってるのかっていうと、政権交代を願う日本国民と、政権交代させないように画策する自民党と米っていう、そういった交通になってるんですね。で、この中に、えー、翼の党のこの逮捕っていうのが起きたんですよ。 で、翼の党の逮捕っていうか翼の党は何かっていうと政権交代を、ね、願う日本国民側にいるんですよわかりますか別に難しくも何ともないんですけどあの、日本国民が政権交代を願うその側に翼の党がいるんですねだから言ってしまえば日本国民と翼の党っていうのは考え方的に同じグループ味方にいるんですよ対立するのは自民党と米なんですよ しかし、同じ味方にいるはずの日本国民が翼の党を攻撃してるっていう異常事態が起きてるんですよね。で、なぜそういったことを、例えばね、えー、その翼の党の黒川さん、黒川さんというのはものすごく頭がいいんですよ。だからその黒川さんの頭の良さとか、そういった知識の持ってることを知らずにですね、えー、マスコミの切り取りで悪口を言ってる時点でもう終わってますからね、普通に考えて。で、 黒川さんの話している内容というのは真実なんですよ。だから日本国民と翼の党が同じ側にいる、で対立側にいるのは自民党と米です。じゃあ黒川さんは何を言ったのかというと、こういったことを言ったんですよ。多分ねあのここにいらっしゃるリスナー様はお分かりだと思うんですが、あのこの黒川さんを叩いてる人間って、全くこういったことが分からないんですよ。だから全くこういうことが分からない時点で、えー、日本を破壊してるのが自分たちって反省するべきですが、まあ、反省しないんでしょうね。 黒川さんの投稿内容といって言ってこういったこうたあ,あ,あるんですすごく難しいんですが、えー、自民党の背後にいるトーマルですね、トーマルっていうのは、k c 0 a とアメリカンフレーザーが、まあまあ、k c 0 a と、まあ、CMA が作ったと、アメリカンフレーザー報告書に書かれているっていうことが書いてあるんですよ。難しいじゃないですか。 どういうことかっていうと安倍晋三の祖父岸信介と東丸の文鮮明が、まあ、東丸を作って自民党の後ろにいるっていうことを言ってるわけですよ。でさらに黒川さんはもっと突っ込んでですね岸信介笹川良一吉田茂っていう満州人脈このもう満州人脈っていうことがほとんど日本国民が分からないんですが昔ですね、まあ、その中国とかで、まあ、その悪さをしていた人間が、まあ、日本で戦後に あのまあ、逮捕されたんですよ、その巣鴨プリズンっていうね。で、その菅鴨プリズンっていうことで、えー、本当は逮捕されたんですが、あ米に、えーまあ、協力すると、まあ、裏切りですね、えー、裏切る、まあ、そのエージェントとなって、えー売国しあ、売国し続けてるわけですよ。それがあ黒川さんの日曜討論の歌にあるんですよ。おじいちゃんの代から c ル a ってことです。おじいちゃんの代から c ル a エージェント、安倍晋三ってことです。だから分かりますよね、えー。日本国民と翼の党が同じグループにいて、 対立する自民党についてのことを悪化しているわけですよ。さらに、麻生太郎も言ってますね。麻生太郎っていうのは世襲議員で売国を繰り返してると、吉田茂かな,なんか吉田茂と麻生太郎の人脈、岸信介と安倍晋三の人脈、満州人脈、そういった黒川さんは本当のことを言ってるんですが、まるっきりそういったものをまあ日本国民がまず気づいていないと。で 何が問題なのかっていうことなんですが、これは皆さんも思ってらっしゃると思いますが、大きなまず問題があるんですよ、日本にはえ。日本が独立国家であるっていうことを間違えて信じてる国民が多すぎるんですよ。日本っていうのは独立国家ではないんですね、悲しいことに。で、えなんでこの話をしてるのかっていうと、日本が独立国家になるために、このことが必要だから話してるわけですよ。今現在、日本っていうのはアメリカの植民地なんですね。 そんなことはなないいじゃないかあるんですよこういったことをこう多分こういったことすらわからないんですけど日本国内に在日米軍の基地が多数あるでしょそれっていうのが物語ってるんですよ在日米軍の基地っていうのは日本国の憲法では対処できないんですよ治外方権でねでそういったこともそうですが黒川さんっていうのはその自民党とか米にとって不都合な内容をどん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 明かしてるんですよねだからおそらく自民党と米がこのさっきお話しした僕のね、えー、この トーマル、C‐0A の件、岸信介、安倍晋三の件、吉田茂と麻生太郎の件、そういったことを言うんで、えー、まあ面白くないと思っているわけですよ。自民党とか、ね、C‐0A からしてみれば。で、これ以上、ちょっとねこの、この翼の党とか黒川さんをどうにかしようと多分思っていたんじゃないかと。そして今回のこの東京15区の補選でですね、ちょっと、ちょっとしたまあ揚げ足ですよ。口の利き方が悪い。そういったことで、 逮逮捕捕さされれる理由がないのに、えー、逮捕されていると、だらおかしいでしょこの、これに関してまずおかしいってことを僕は言ってるんですよね、皆さんも多分思ってる方がい,いらっしゃると思うんですがで、例えば黒川さんがこの自民党と東丸と米の関係でこれ本当なんですね。で、これ本当のことを言ったんで、えー、ここからですね、狙われて逮捕された、あるいはそこから言論、 統制の方に向かっていく可能性がある。そもそも自民党っていうのはト丸との関係を安倍のね事件の後から、えー、話題になってるにもかかわらず、全くそれを放置してるじゃないですか。うん。あの政権を分離してないことを放置してるわけですよ。おかしいじゃないですか。で、そこを黒川さんは指摘してるわけですよ。 だから本来、日本国民というのはまあ真面目な話ですが、こういった黒川さんの話から学んで、あ、そうだなと、どうしたらいいのかなというのを考えないといけないんですよ。にもかかわらず口を開いたら、黒川さんの悪口、根本さんの悪口を言うでしょ、杉田さんの悪口を言うでしょ。完全におかしいですから。だからさっき言ったんですよ。日本を悪くしてるのはそういった国民だって。うん、政治家でも何でもないですよ。 日本国民に気付くきっかけ、問いかけをしてくれている人がですね、その逮捕される理由がなく、逮捕されているってことが大きな問題であるということになぜ気がつかないのかと。まあ、マスコミとか SNS の切り取りによって、ですね、全く何がどうなっているのかっていうのはわからない。うん、で、あの僕が言っているようなことも、まあ、ここにいらっしゃる方はお分かりいた,いただけると思いますが、多分ほとんどわからないです。訳わけからないでしょ、普通に考えて。だから、 翼の党を批判する否定するっていうことは何を意味するのかってっ自民党を肯定するっていうことですよ。このここことを分かってください。ここにいらっしゃる方は多分は分かってると思いますがだからもう自分たちが言ってることが国民ってわからないんですよ。 分かりますよね。自民党がいけない、自民党の政権交代をしようって言ってるにもかかわらず、えー、その、その今度自民党を肯定するようなことを言ってるわけですよ。だから黒川さんが本当のことを言ったら、その黒川さんを叩くって、あのすごい矛盾してますからね。この矛盾を多分誰も言ってないんですよ。言えよって思ってるんで、僕。だから僕があの言ってるわけですよ。で、ここにいらっしゃる方は、みんな多分、まあ、まあ、同じっていうか、同じような考えを持ってるんですけど、 まあちょっと僕ね、その考えたんですけど、説明がうまくできないところがあって、ちょっとうまくね、お伝えできないところがあるんで、申し訳ないと思うんですが、あのまあ、そういったことが裏側に隠れてるんですね。で、岸田の内閣支持率が20%って毎日新聞で出たんで、これはこれでちょっと別に取り上げようと思うんですが、内閣支持率が3割を切るとです、ね、危険水域ってことで、岸田って今、危険水域に入ってるんですよ。で、ここから政権交代に行けるじゃないですか。 だ日本国民というのはここから政権交代を畳みかけていかないといけないんですね、国民が、選挙、投票で。ただし、自民党というのはそれを防ごうとしてるんですよ。で、これって結構難しいんですけど、今から言う話。だから、こういったことに全然触れずに、あの黒川さんの悪口を言ったり、叩いたり、翼の党を悪く言ったり、叩いたりっていう時点で、えー、全く話になりませんということです。何かっていうと、黒川さんの逮捕、翼の党の逮捕の時にですね、 問題になっていたものがあるんですよ。皆さんもご存知いらっしゃると思いますが、政治資金規正法の改正案ね。で、えー、このさっきの黒川さんの自民党と東丸とか米の関係がここで生きてくるんですよ。なんか全然このことをあの取り上げる人もいなければ、考えてる節もないんで、だから僕はあのこれを真剣にね、お伝えしてますけど、政治資金規正法改正の話でしょ、それに関して、えー、うやむやになってるわけですよ。 ねえー、警察も検察も、ねえー、何もしないじゃないですか、おかしいじゃないですか、なぜ自民党の背後に、えー、外国がいるから、外国の力が及んでるんですよ、でこういったことを真剣に、えー、考えないといけない、で自民党と、まあ、検察、東京地検特捜部はどうしてもこの裏金とか政治資金規正法のことを隠したいと思うんですよね、そこにこの黒川さんの考え、知識が生きてくるんですよ、自民党の背後には何がいるのかっていうね、遠丸と米がいるっていうことじゃないですか。 でそういうことを教えてくれる黒川さんはまずいちいち、まあわけわかんないことを言って、逮捕される理由もないのに、悪く言うことはおかしいですよねっていうことは、それを僕はお伝えしてるんですよ。で、今度は、あちょっと難しいまた話なんですがあの、国会の中でですね、与野党茶番、与野党プロレスを繰り広げてるんですね。だから本来は、翼の党がどうのこうのではなく、僕たち国民はこのことを考えないといけないんですよ。 どういった与野党プロレスを繰り返しているのかっていうと野党第1党の立憲民主党っていうのは予算審議の時に自民党に歩み寄りましたよね予算あの年内で成立の方向に向かいましたよねこの時に反対したのは令和だけですよね。 だから、こういった問題が隠れてるていうこういった問題を隠してるんですよ。で、こういった問題を表に出したくないから、国民がここにあの気づくとよくないから、あ、よし、じゃあ、翼の党のね、えー、黒川のああ,あ,ああいった映像を出そうとか、根本の映像を出そうって、マスコミのその作戦ですよ。自民党とマスコミと米の作戦ですよ。まんまとその作戦に乗ってるじゃないですか。で、黒川さんあ、根本さん、杉田さん、翼の党の悪口を言ってるわけでしょ。いやいや、そんなこと言いきまうんだったら、これ考えろよって。 うん、これ今大きなな問題なんですよ国民にとってね、うん、でもここに目線をあの向けられたくないからマスコミがあそうやって誘導してるとそのまんまと誘導に、えー、乗っかっていってですね悪口を言ってるっていうねもうおかしいでしょだから僕はそれを言ってるんですよだからにそういった日本国民が日本をダメにしてるって言ってるわけですよ。 本来、日本国民はね、えー、今あ、翼の党がどうのこうのって言ってる場合じゃないんですよ。この自民党のおかしいところに国民全員でですね気づいて政権交代に向かわないといけないんですが、そうされたくない自民党とマスコミが、えー、こういったね、えー、マスコミを使ってこう誘導してるわけですよ。その誘導にまんまと引っかかってるって、そのことを言ってるわけですよ。で 立憲民主党っていうのも、まあ、野党第一党ですが話になりませんよね政治資金規正法を改正を本気で知る気がないんですよだから予算を勝手に通したりするわけじゃないですか、うん、だからこの時も令和だけだったっていうことですだから僕あのいつも皆さんにお話してますが応援してる政党っていうのがあって令和と翼の党だけなんですよだって令和と翼の党って国民のことを考えて、えー、ね、えー、政治をしてくれてるから他の党って何もしてないじゃないですかで ここから難しいんですが、この黒川さんの考えが、多分ここに生きるんですよ。僕はそういうふうに思ってます。で、全然このこと言わないから、このことを皆さんで一緒に考えようと思うんでね、一緒に考える、まあ、きっかけっていうか、一緒に考えていきたいと思います。 この政党からですね議員への寄付っていうものがこう認められていて自民党の幹事長って大体1年間で10億円程度の金があ,あるんですよねしかしこの1年間10億円の金の使い方が全くわからないんですよ、うん、全くしかも明かさないんですよ、これを明かさないし明かさせないようにしてるんですよね、うん、この自民党の幹事長の年間10億円の行き先っていうのは全くわからないんですよ。 まあ選挙の買収資金にしてるのかなと思うんですが、それ以外にもあると思うんですね、遠丸とか米に流れてるんじゃないかと思います。こういったところを一切触れられたくないから、あの国会でそういったことが話題になったにもかかわらず、時期を重ねてですね、えー、翼の党の話題を出してきて、国民が叩きやすいようにして、えー、翼の党を叩くということです。だからどういう構図かっていうと、最初に言いましたよね、僕たち日本国民っていうのは自民党の政権交代をね狙ってるんですよ。 で自民党ってのは悪いところがあ、ね、出てきて国民にそれを、まあ、あなんていうのかな注目されてるわけですよでこのまま厳しいなと思って自民党が逃げられなくなった時に起きたのがこの翼の党の、えー、おかしなあた、まあ、逮捕そして逮捕からのお大騒ぎっていうことですだから翼の党の件について国民の目線をそ,そこに吸収させようと思ってるってことに気がつかないといけないんですよまんまと気がつかずに翼の党の件に入ってそれを叩いてるっていうことじゃないですか 国民民のの目線そらしっていう自民党とととマスコミと米の作戦にまんまん引だから、くあのこういった意味合いがこの翼の党の逮捕の裏にはあるとまあ僕は思ってます。だからあの悔しいんでね、この話を精一杯してるわけですよ。ほとんどの人はこんなこと言わないでしょ。でも別におかしいことは何も言ってないんですよ。だから自民党のこのね、裏金、あるいは政治資金の、政治資金規正法改正案の件。 あ,あるいはそのね、自民党の人間が年間10億円という金がどこに行ってるのかわからない、まずそれが1点、あともう1点あるんですよね、うん、次の東京都知事選のことを視野に入れて、黒川さん、根本さん、杉田さんを留置所に入れておこうっていう、その目的であると思います。次の東京都知事選に小池百合子が出るんですよね、そのこと自体おかしいじゃないですか、カイロ大学を卒業していない可能性が99%以上、学歴詐称し,している人間が池シャシャと東京都知事選に出るのそれは何ですか そんななおかかしいいことありますかないでしょであの小池百合子っていうのはあイコール自民党なんですよ小池百合子の背後にはあ自民党と創始国米がついてるんで、えー、米と自民党としては次の東京都知事選は小池百合子に通らしたいんですね、えー、石丸真二っていうのがであ出てこようとしてますが多分石丸真二は通れないんですよで通ってはあのいけないんでね、えー LGBT とか、まあ、そういったものに賛成したりとかね、うん、移民、難民、えー、受け入れに賛成したりとかあ、もうおかしな政策を掲げる石丸信二ですが、まあ石丸信二は通れないとして、小池合子を通したいと思う自民党と米の思惑があるんですよね、うん。で、そういったことを翼の党の方たち3人が言うと邪魔するわけですよ。で、この翼の党の3人の邪魔が正しいんですよ。なぜか小池合子の学歴詐称の件をきちんと迫ってるから。うん だけど、それを、おまあ、迫られたくないっていうことで、そういったことがあって、あのよく言われている小池よりこの圧力、うまあ、警察に圧力をかけたっていうことで、で、結果的につばさの党の3人が今、留置所に入ってるわけじゃないですか。で、ちょっと別の時に調べたんですけど、こういったことがあるらしいんですが、つばさの党の黒川さんは、留置所の中からでも東京都知事選に出るっていうことを、声を上げてるってことなんで、僕は応援してますよ。あ、おかしいでしょ逮捕される理,理由がなく、逮捕されて留置所の中に入ってる。で、 その自民党と東丸と米の関係をきちんと言ってる、その人を応援しなくて、誰を応援するんですか僕はそう思ってますからね、だから黒川さんっていうのは何をしてるのかっていうと、別に僕は間違ってないと思うんで、はっきり言いますけど、例えば自民党とか、小池百合子とか、根本さんもそうですが、まあ、黒川さん、根本さん、杉田さん、翼の党の人たちっていうのは、自民党とか小池百合子とかっていう、日本の大きな問題に正面から立ち向かって言ってるんですよ。 だからそれが権力側に触れて、えー、その総主国、米サイドにそれが触れてで、今逮捕されてるっていうことを国民が理解する必要があるんですよ。で、あのーまあ、僕はこの件を、ね、何度も何度も調べて、ね、ちょっとうまく伝えられなくて申し訳ないんですが、いつも分かる限り精いっぱい伝えてるんですよ。いつかこの僕が話してるようなこととか、皆さんが、ここにいらっしゃる皆さんが思ってることが明らかになりますよ。翼の党の方たちがずーっとね、えー あの留置所にいいいいるるるわわわけけけじじじゃゃゃなななでででしょう、うん、出てくすすかか釈放されだからその時に分かりますよ。僕が言ってることがあ全部正しいとは言いませんけど少なからず、えー、まあこういったことが起きていたと多分思ってらっしゃるということを言うんじゃないかと思いますよ。で、えーまたあ,あともう一つあのこれはいつも皆さんにお伝えしており皆さんも思ってらっしゃると思うんですがこんなことがあっていいわけないだろうっていうことを僕思ってるんですよ。 逮捕される理由のない翼の党の3人が逮捕されてるわけよ。これどうなってんの日本の法治国家としてあり方があ歪んでるわけよ。そしてそういったことで逮捕されてる人を SNS で国民が叩くってどういう構造ってこれ。おかしな構造おかしな構造になってるって思いませんかって僕は思うんですよ。だから言ったんですよ。翼の党の悪口を言ったりね SNS で翼の党を叩いてその日本国民がまさに日本を悪くしてるんですよ。 だって、日本国民っていうのは翼の党も含めてですけど、自民党に対して対立してね、自民党の政権交代をしなくてはいけないじゃないですか。しかし、そうさせないために、批判を翼の党に向けさせるようにして、まんまとそれで、そのね作戦に踊って乗ってるわけじゃないですか。だから、例えば翼の党のねことを言うんだったら、少なくとも僕が言ったようなことを言う人間はいないのかっていうけど、ほとんどいない、見たことがないですけどね。 翼の塔の剣を叩くんだったら、まあ、おかしくないっていうふうに僕は言ってますが、じゃあ、おかしいって言うんだったら、まあいいですよ。じゃあ、別に、そうおかしいって言うんだったら、じゃあ、おかしいって思ってくださいって、別に僕は思わないけどね、全くおかしいと思わないけど、じゃあさ、あの自民党の裏金の剣っていうのは、それはおかしくないのうん。あるいは、その、政治資金規正法の、ね、ことを放置したあることだったり、その自民党の人間が、ね、1年間で多額の金をどうやって、どこに金を使ってるのか分からない、それはおかしくないの あと小池百合子っていうのはカイロ大学を卒業してない可能性99%あるでしょ。これって学歴詐称で公職選挙法違反に当たるんだけど、これはおかしくないのなんでそれには触れないのそれだよ、おかしいのは。だからそういうのに触れない日本国民が、ねえー、SNS を開いたら翼の党の悪口を言ってるって、その行為こそがまさに日本が駄目になってる原因だと僕は思ってますんで、僕にお伝えできる精一杯はここまでです。国民がこのことに気がつかないといけない。 あの国民間で水を作るっていう作戦にまんまとはまってですねえ翼の塔をどん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 叩くそして本来、えー、批判するべきである自民党であるとか小池合子にその批判の目が向かないようにされてるっていうのはこれがあ、ね、この翼の件の。 つ翼の党の件の裏側に隠されているものだとそう思いますということで、ちょっと僕もいろいろ考えるんですけど、1回でね、なかなかうまく伝えられないんで、ちょっと何回かに分かれてしまうんですけど、まあ、僕に今分かっている限りの内容ということでお伝えさせていただきました。ここにいらっしゃる方は多分みんなあ思ってると思いますが、全然 SNS を開くとそうなってないでしょ。完全にこの翼の党の批判とか悪口ばっかりじゃないですか。批判、かっこ根拠のない批判ね。どうかしてるよって、まあ、僕は思ってますということで。 うん、本当にね、えー、僕たちが住んでる日本がより良くなるためには、この翼の党の方とかに頑張ってもらわないと、あと令和の方に頑張ってもらわないとダメなんですよ、それに国民が気づくべきです、そう思って今回こちらの件をお伝えいたしました。